紹介、阿久津ゆりえです。1988年生まれの26歳で、もうすぐ27になります。12月で。DJ は結構ファッションイベント系が多いんで、ディスコみたいなちょっと分かりやすく言うと、なんていうの、ちょっと聴けるけど体をちょっと揺らしながらでもおしゃべりはできるみたいな感じの曲をよくかけますね。でも好きなのはミニマルとかそういう暗いよちよちが好きなんですけど、かけるのは違います。きっかけはまあ正直に言うと、当時付き合った彼の影響ですよね。で、彼が DJ をしつつ趣味でやってたんですけど、そのクラブってところに20歳ぐらいの時に初めて連れてってもらって、で彼が DJ してて私は聴いてて、その時は聴いてる側が楽しかったんですけど、徐々にあ、やりたいなって思ってやって、人を楽しませたいなって思うようになってから、教えてってやるようになりました。そこからずっとやってるんで、もう6、7年は続いてます。きっかけはもともとモデルをやろうとは全く思ってなくて、たまたま専門学生の時に群馬の学生だったんですけど、友達と東京に遊びに行って、そこでスカウトしてもらいました。やってみるって言われて、最初は危ない人だと思ったんですよ、スカウトしてくれた人が。でも友達が「あ、大丈夫、私ここ知ってるから」って教えてくれて、友達のおかげでモデルデビューできましたね。そうですね、できれば長くこの世界にいたいので、仕事か、すごいバンって目立つタイプじゃないと思ってるんで、ちょっとそのバンって目立ってる人のそばに寄り添えるようなちょっとそういう役とか、そういうポジションでずっとやっていきたいですね。普段はシンプルです。無地のものとかが好きなんで、そういうなんていうのか、定番スタイルっていうんですかね、そういうものを合わせるんですけど、ちょっと一個上質なものを入れるとか、そういう風なスタイルが最近ハマってますね。好きです。あんまり普段はなくて、撮影の時とかですかね。着るとしても浴衣になっちゃうんで、こういう撮影の機会に着物を着れるのは嬉しいかもしれない。今日の着物もすごく綺麗です。なんかこの淡い着物に黒の帯をバシッて決めてるのがすごい素敵だなと思って、やっぱこういう合わせ方をするのは斬新だし、自分ではないアイデアだから、やっぱ教えてもらう側としてはすごい嬉しいですね。似合ってますか？大丈夫ですか？よかった、ありがとうございます。普段から着てみるといいんじゃないかなって思うんですよね。ふとした時に、なんか決まった時、イベントとかの時に着ることが多いんですけど、普段何気ない時にあ、着てみようって思ったら、ちょっとやっぱ目立つんですけど、それも素敵だなって思います。コツですか？私の場合はもう旦那様がどんどん仕事していいよっていう方なんで、自分がやりたいことを2人ともやってますね。仕事と家庭と両立はできてるんじゃないかと思います。旦那様に相談してみることもいいんじゃないかな、2人で。私はもうどんどんこういうのがあるんだけどどうかなとかは相談して、あ、いいんじゃないっていう風にアドバイスもらったりもしてるんで、いろいろ話すことが大事かもしれないです。結婚して良かったことは、なんだろう、良かったなって思う時はいっぱいあるんですけど、やっぱり自分がいろんなことに挑戦しやすくなった、後ろとかに支えてくれる旦那様がいるから、やっといでって背中を押してくれるし、自分もあ、じゃあ思いっきりやってこようって思えるようになりました。いい旦那さんですよ、とっても